始めよう進めよようう進健康経営このコーナーは全国健康保険協会富山支部の提供でお送りします皆さんは健康経営という言葉をご存知でしょうか企業が従業員や家族の健康を考えることで経営面でも大きな成果が期待でき健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践しようという取り組みですこのコーナーナでは 実際に健康経営に取り組んでいる県内企業の方々にお話を伺っています今日は株式会社経営ステック代表取締役社長富谷康文さんにお話伺いますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします富谷さんは徳島県ご出身はい、ね、あの四国の徳島であんまり売れてない県なんですけれども阿波おりと鳴門のわかめぐらいですね <laughs> はい、はいはい あのー、社長に就任されてまずはこの k ステックがどんな会社なのか教えていただけますか、はいえー、と私たちの会社は富山市から見ますと上岸寺川越えてすぐに中新川郡立山町、はい、そこに入ったところにある会社でございまして、えー、従業員は47名で東京にも事務所があります。 えー、我々の会社は皆さん車1台2台お持ちかと思うんですけれども、はい、その車を作ってる部品その部品を作る機械を作っておりますほ<ー>ーたくさんの部品って車に使われてますけどそうですね、えー、あの車にはもう何万点何十万点の部品がありますがまああの車のボディを外していただくと、えー、よくテレビとか ドラマで車の中身っていうのを見るかと思うんですけどねその構成されてる部品例えば鉄板でで作る部品ですねそれは板金プレスと言います、はい、でそういうプレスもわた私たちが得意としてるプレスでございましてでもう一つは単造プレスって言いまして、えー、いわゆる車のエンジンの中身にギアとかいろいろあるんですけどそのギアを作る機械を それが鍛造プレスとて言うんですけど、そういうなものも作っております。はい、あの、ホームページ拝見しますと、はい、まあ、そういう機械の設計製作から現地納入に至るまでということでも。世界を、相手に。そうですね。あの、<S <S 2> <S 2> まあ、私たちの会社の売りというのがグローバルっていうところなんですが。まあ、私自身もアメリカで9年間、あの、駐在しておりましたし。まあ、あの、私たち経営テックの機械っていうのが、アメリカだけではなくて、中国、インド、ブラジル。 えー、インドネシア等等あの世界中に散らばっております。えー、はい。もうそうやって世界的な企業が立山町になるという<ー>ことなんですよね。そうですね。あのちょっとアピールが少ないかと思いますので、<laughs> まあ今日のこの機会を利用させていただいて、<laughs> はいえー、我々ケイステックというのがいかにすごい会社かっていうのをちょっと 多少は自慢したいなと思って。富谷社長はお話上手だから。はい<の>止まりませんね。総務部長にちょっと止められてるんでしょ今日。そうです。<laughs> 総務部長からもうお前が喋り出すと三十分連続で喋るんで、<laughs> もうこれ以上はというところで釘を刺されております。<laughs> はい <laughs> では、はい、まあ今日メインが健康経営についてですので、はい、はいえー、健康経営についてはどのような取り組みを行っているんでしょうか。そうですねまずあの私自身が会社に出勤した後あの始業ベルが鳴ってからすぐに工場を回るんですねで社員一人一人に挨拶をしながらあまああのいわゆる今日の健康状態あの喋り方はどうだ歩き方はどうだそういったところからみんなが元気で仕事できているかどうかっていうのを 声かけながら安全面も見ながらそれであの全員の健康状態をチェックしてると。トップ自らがえわ私あの元現場出身ですので工場を回るってすごい好きなんですね。えー、はい。ちょっと会話をして、はい、健康状態どうかなっていうのを確認,をす,確認するわけですね。もう世間話の中でその喋りの対応を見てまああの昨日よく寝たかとかそういったことも含めてね体調はどうだ熱はどうだみたいな感じではいやってます。えー これはなななか効かかい取り組みです,よ、ね、ねですまあ私自身が健康じゃないとだめなんですけれども私こっち富山に来て2年間風一つひいておりませんし<ー>、はい、で社員の健康っていうのがやっぱり会社の業績にももうそのままリンクしますんで、はい、それが一番大事だと思ってます、うん、朝から富谷社長とお話ししたら元気になれそうですね。確かかにそうでですすねあの <laughs> あ挨拶だけじゃなくて声大きいですから、はいらは <laughs> 会話で1日終わっっちゃうってことはないですよね <laughs> その可能性も多分まあそれとですね、ええ、あと我が社の取り組みといいますのが、まあ、あのそういったコミュニケーションを図るということとは別にあの当然、えー、健康診断これはもう毎年6月に実施するということで決めておりましてでも当然受診は100%です。 まあその時出張とかまああの海外の出張あるいは休暇を取ってるっていう社員についてはその後でフォローして受診率は100%ということでそれはもう自慢できるかと思います。はい。あと予防接種の費用負担などもされているそうですね。そうですね。あのー、インフルエンザですね。まあここ最近ちょっと富山県でもかなりねあの蔓延してますけれどもそういったことの意味では我々その インンフルエンザの費用それを無償にして会社負担という形にすることによってあの、まあ、受診率100%であるとともに今現在我が社はインンフルエンザゼロですへー素晴らしいさすがにあのコロナはねあの数名出ましたけれどもね残念ながら。<ー>でもインフルエンザは今年今学級閉鎖とかいろいろねなってる中でゼロということではい。 そしてストレスについいててのケアもされてると聞きましたス、はい、ストレスチェックっていうのも年に一度あの各社員全員に、えー、といわゆるメンタルチェックシートですねそれを全部やっておりましてでストレス面からもやっぱり健康昔はそのメンタル面これあんまりちょっとないがしろにされてたところもあるんですけれどもあの最近の、まあ、世界酒だけな風潮ですねやっぱりメンタルチェックっていうのは非常に大事だと。でそこで あの問題のある社員においては我々の先ほどの総務あるいは私直接面談をするということもやっております。はい。どうでしょうこういう取り組みを行ってきて、はい、成果のようなものは感じていらっしゃいますか。そうですね。あのー、今までなかったような取り組みっていうことをまあ意識させるとともにあ会社はそういうところまで面倒を見てくれるんだというふうな安心感。 そういうのもございいますねう、はい、そういう安心があるとやっぱり働きやすいでですすもんねねそうですねやっぱり働いていただいていくらというところがございますんで、はい、あと社員の皆さんの声はいかがですかえっとねあの、まあ、健康診断の時にあの私たちピロリ菌の検査であるとかあるいは女性においては乳がん検診とかそういうのも一緒にやってるっていうところで一緒にできるっていうんで非常に喜ばしい。 いいう意見は聞いておりますただそこであの問題があった社員においてはっ、えー、と後で追っかけるあれですねあの改善の、はいえー、機会というのがあるんですけど、はい、それで例えば呼び出しを、えー、がありましてそれに行くという行為が嫌だっていうのは聞きますね残念ながらね。ただそれは私自身が本人を説得するというところでございまして<ー>はい。そうですか こののささらなる高みみを目指してていいくくための取り組み、はい、ぜひ教えだ健康経営プラスワンという形で、まあ、今回のねあの健康企業宣言のステップワンこれを取ったというところでこれを足がかりにしてですねもう一つステップアップしたいなと USL、まあ、認定ですね、まあ、これ非常にハードル高いとは聞いておるんですがそこにもう少しで到達できるというところまで来ております。 で社員一同となってそれにそれを達成できるようにあるいはあの u s ル認定を取れるように頑張りりたいなと思っております u s ル認定というのは、はい、若者の採用・育成に積極的かつ、はい、若者の雇用管理が有料な中小企業を国が認定する制度ということですね。すはい、はい まあこれ有給休暇が年間ね10日以上というのが有料企業ということになってるんですが、まあ昨年私たち残念ながら9.5日だったんですね。もう少しでそれの有料企業になるところだったんで、うんもう一頑張りだねというところでございます。<ー>はい、どうなんでしょうこうケイスティックを支える若い人は結構死亡する方多いんですか？あのねあのやっぱり世間でまあ言いますところの人材が不足してるっていうのはもう今の。 富山県そのものなんですけれどもやはり私たちの社員も高齢化になってきましてどんどん若い人を入れたいなというところなんですがやはりあの企業の規模ですねそれが小さいところで募集をかけてるんですけれどもなかなか若い人が寄ってきてくれないと。でも若い方のね雇用に今ちょっとね疲、はいね、れていくということですからね。はい、へーなるほど。 あと何かその全員がレギュラーってここにあるんですけど私たちの会社っていうのがもうあのやはり若い人材なかなか入ってこない中でその一人が抜けると補欠がいないというところで社員全員が意識を持てというところで一人一人がレギュラーっていうのを、まあ、私たちのスローガンにもしてるんですけどもねん、えー、そんな中であの若い人に入ってもらえるようなそういう働きやすい職場 環境のいい職場そういうのにしたいなっていうのが来年度の目標でございますそうですか。はい、ま、働きやすい職場っていうのは本当に健康経営が行き届いた職場と言い換えることもできるでしょうからねそうですね、はい、おっしゃる通りですさまざまな取り組み今日はご紹介いただきました、はい、株式会社経営ステックの代表取締役社長富谷康文さんにお話し伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました失礼しました 今日のコーナーの模様もう一度聞くことができます KNB ウェブ KNB アプリの取れたてワイド朝生のページからカテゴリーを開いて健康経営を選んでください過去の放送回も聞くことができますではここで協会憲法富山支部からのお知らせですここで協会憲法富山支部からのお知らせです年に一度の健康チェック協会憲法では 35歳以上のお勤めの方に労働安全衛生法に基づく定期健康診断項目はもちろん胃がん大腸がんなどのがん検診もセットで受けられる生活習慣病予防検診を行っています協会憲法から費用の補助が受けられるのでお得です費用も内容も充実したお得な協会憲法の生活習慣病予防検診を利用していない事業主加入者の皆様 切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。受信できる検診機関や申し込み方法、受信対象年齢など詳しくは協会憲法のホームページをご覧ください。次回健康経営のコーナーは4月10日月曜のこの時間にお送りします。